ゆるかたいがです。皆さんこんにちは。イエイ。今日は VTR の動画があるんだけど、実はね、私の大切なの話をしたいと思います。日本の好きなきっかけはアニメや漫画とかいろいろだったなんですけど、もう一つは原宿ファッションだったんですよ。わーお。原宿ファッションはね、やっぱり11歳ぐらいだった気がするんだけど、中学校の1年生ぐらいに原宿ファッションのどこかの雑誌とかテレビに見て、あれ何これ、かわいいと思って、イタリアはないの世界ですね。綺麗だな、素晴らしい、変わってる。で、変わってるいい意味ですよ。すげえオリジナリティが持ってるし、日本人ほんとしかできないファッションを着てた気がするね、その軸は。ほんとそれがずっと憧れて、私の夢だったのね。ビビアンのアクセサリーとか服を持って、で好きなドレスで一日日曜日原宿に過ごしたい。やっとこの時期が来ました。イエーイ実はね、ドレスがめっちゃいいドレスではないけど、15歳の時は着てたものだから、まあ、それ思い出っていうか、ほんと大事な思い出だから、それ選んだ。ちゃんとめっちゃ考えてるんですよ。今回できましたので、ぜひこれを見てください。せーの、ポン。チャオ、ゆりこたえがです。皆さんこんにちは。今日は珍しくてロリータファッションを聞いてみました。じゃん。ちょっと恥ずかしい。いやー、10年ぶりロリータの服を着てて、実はね、これは15歳の時は持ってたんですよ。日本まで持ってきて、で実はね、ブランドとかではなくて、高校の時はロリータファッション着たかったんですけど、イタリアはなかなか見つからなくて、超高くて、レプリカを作りましたよ。だからそういうレプリカなんだけど、超大事にしてたんですよ。初めてのロリータ服だったから。うん、で今日は、ちょっと雨なんだけど、15歳の時に自分の夢を叶えたいなと思って、もうほんと15歳の時はその原宿で一日を過ごしたいなって思って、今日は楽しんでいきたいと思います。イエイ。よし、今竹下通りに着きました。いやー、懐かしい感じするね。ずっと若い時に雑誌とか本とか見てて憧れた場所ですよね。憧れてるんですよ。で今はちょっとやっぱり変わってるんだけど、まあ結構面白いお店とか美味しいタピオカとか飲めるから、昔はクレープだったけど、今はねタピオカは超人気だから、タピオカも飲もうかなって思ってます。あんまりタピルって言うんだ。タピオでかっ、でかすぎる。これすごい、マジででかくない？どうやって食べるの？あれ？ラポルの目の前にいるんだけど、結構ねこれはね昔からあるよね。で、ちょっと中身がいろんなお店が閉まったりとか変わったりとかしたんだけど、 B1 のところはそのゴースローリとかパンクとかビジュアル系のファッションはまだいろんなお店が開いてますので、まあ合ってるので結構それは嬉しいですね。あとはビビアンのお店もあるから、そう多分それも分からないの超大好きブランドです。で、やっぱり今の原宿ファッションはね、全然違う、昔と全然違うし、神宮橋は誰もいなかったんだけど、その新しい若い子たちがその、昔の原宿ファッションと違って今のファッションと、ちょっと派手なファッションをやったりとか、ちょっと新しい原宿ファッションな感じになってる気がするんですね。本当憧れてて、あとはね、自分の好きな矢沢愛さんの「パラダイスキス」のこのシーンが撮りましたよ。でちょっとわかるよ、そこからあれゆりかさん、ゆかりさんが逃げてそのパンクボーイが嵐君が撮りに行ったんですよ。で懐かしいそう原宿ね、なんか外国になんか人気になったのはアブリル・ラビーニュとか、あと昔はグエン・ステファニーとかすごく人気になりましたんですね。で多分そこから原宿ガールはもうスタイルですね、もう生き方みたいで、それはずっと憧れて、15歳はもう今と変わんないぐらい。ただ一回ちょっと休んで大人になろうと思ってたんだけど、やっぱり寂しかったねって毎回なんか、たまに日曜日で原宿でこんなファッションで歩きたいなと思って、やっぱり気持ちいいよね恥ずかしい裏腹、裏腹子だね、そうだねあとはなんだっけ、すごくね、かわいい、面白いこれ。ちょっと写真そうやなって思う。原宿変わったね。今日は私の宝物も持ってきました。これです。パパーン、ケーラマニャックです。ずっとコレクションしてます。98年ぐらいかな。そう、容姿はね、私の大好きな土屋アンナさんです。イエーイこれがイタリアのイベントによってて、それを買ってからもうほんとたまらなかったね。この世界に入りたいって思って、一番最初日本に来た時に、ほんと一番最初の場所っていうかは原宿駅だった。すごくやっぱり心が原宿ガールかもしれないです。これのおかげでなんかファッションの勉強したりとか興味が持ってきたので、最近私もちょっとファッションにも頑張りたいなって思ってます。ということで今日は以上です。皆さんどうでしたか？ロリータのファンとかいますか？私はね、正直私似合わないと思う。本当に体ね、スポーツやってたからちょっと大きいですね。おっぱいもこれ見えないけどパーってエロリーとあんまり合わないなって思ってるんだから、あんまり着ないけど楽しかったねって思ってますイエイ、ぜひコメントしてください。あとはいいねボタンしてチャンネル登録をお願いいたします。じゃあまたね、バイバイ、チャオ。